はい皆さんこんにちは村長です今日はスタジオワンのタイムストレッチのことについて少しお話ししたいと思いますただ一つのこのタイムストレッチということなんですが案外皆さん知らないことが多いと思います村長ミュージックスタジオ スタジオワンのタイムストレッチの挙動はソングの設定によっても変わってきます。ソング設定のところにありますオーディオファイルをテンポにストレッチ。これにチェックが入っている時と入っていない時で挙動が変わります。これにチェックが入っている時は基本的にはタイムストレッチが行われます。どういうことかというとここで OK をします。 今ファイルのテンポは120という速さですが今この画面右にあるのは173というようなドラムループです。今はタイムストレッチするというふうにしましたのでこれをオーディオに載せてみましょうはいこのように5と6の小節の2小節に バッチリ合いましたね。これをあえて新しいちょっとトラックを作りまして、ここはタイムストレッチにあえて市内にしておきます。もしくは追従ですね。これについて同じファイルをドラッグしてみます。するとこのようにサイズが変わりました。 タイムストレッチというのは最近の技術ではとても良くなってきたのでタイムストレッチをある程度しても音が大きく変わることはありませんでも基本的にはやっぱり音の質は変わる可能性がありますこちらの方をソロにして聞いてみますこういう音でしたじゃあこちら 今申し上げたようにあまり大きくは変わらないようですけれどもでも細かく言えば音質であったりは変わっています。ですからソングの設定をオーディオファイルをソングテンポにストレッチというのを外しておきまして OK をしましたらここで新規のオーディオトラックを作った時に通常はここが 追従という風になりますこれをもしここでストレッチというふうにしておけば同じように新規のオーディオトラックを作ってもここでタイムストレッチと変わるようになります。もう一度「しない」ということにしておきます。 先ほども言いましたようにこのファイルはたまたまファイル名に173と書いてくれてあるのでわかりますがもしこういう表記がないオーディオファイルを使った時に一番いいのはこのファイルのテンポに近いテンポで入れるのが一番いいわけですじゃあもう一度入れてみます新規のオーディオトラックを作りましてこの 追従となっているこのトラックですね。ややこしいので他消しておきますね。このトラックにテンポがわからずこのように入れたとします。じゃあこののはいくらなのかというふうにする時は画面の左下の方を見てください。ファイルテンポというのが赤の文字で173となっています。 自動分析をしてくれるわけです,ですからこのテンポを173に切り替えますはい切り替えました切り替えましたらこのようにちゃんと2小節分になっていますもう一度戻しますはい 中途半端ですよね。そして先ほどはテンポを変えましたが頭は合いました。これもしこの追従を追従しないに選んでおきますね。テンポを173に切り替えます。そうするとどうなるか見ててください。はい。これ変なところから始まっていますよね。これは この追従しないと追従というのがですね日本語ローカライズする時にスタジオワンの日本語チームがですねもう少し分かりやすい言葉にしといていただいたらいいんですが例えば戦闘を合わすストレッチとかですね追従とかいうような名前にしてくれたらいいんですが追従と追従しないというふうになっておりますので 余計ややこしいんですね。このように小説の先頭から配置しておりまして、そしてサイズは合っていません。この時にもう一度173に戻します。そうすると、はい、ちゃんとこの6小説目の頭がきっちり揃いました。このように追従しないというのは、 もうそういうことに関係なくテンポを変更するということで追従というふうにしておいたら先頭がううというようになりますこの辺のところ皆曖昧だったんじゃないでしょうか今日は単純にこんなタイムストレッチというところのワンテーマについて動画解説しましたが とっても重要なことですので皆さんしっかり押さえておいてください。村長でした